切符、幸運な野良猫。車を運転中、何かにぶつけた感触があった。まあいいかと車を走らせる。数日後、警察が俺を訪ねてきた。どうやらあの時、俺は赤信号を無視した上に青信号で渡ろうとしていた散歩中の犬を跳ねたようだ。俺はほっとした。人を跳ねてないでよかった。犬なんてどうでもいいだろう、また飼えばいいじゃないか。人間と違って犬は器物破損、大した罪にも罰金にもならねえっての。その犬は大事な家族だった？知らねえっての。とそんな俺に警察官が差し出した切符は真っ黒だった。なんだこれ、初めて見るぞ。それは地獄への片道切符です。警察官の一言に俺は激怒する。犬を引き殺したくらいで俺を死刑にするつもりか。いいえ、安心してください。地獄の片道切符というの、あなたの命を奪うようなことはありません。そうか、ならいい。一緒に来てもらえますか？これからあなたが向かうのは、地獄は地獄でも生き地獄ですので。